んだルーシー、まだそんな格好してるのか。もう着替えてるって修行は？もちろん分かっている。こういうのはメリハリが大切だ。よく遊び、よく食べ、よく寝る。肝心なものが抜けてる気が。3ヶ月しかないのに不安だな。おお。おい。まあ。熱。よいしょっと。わりゃ！切られたいものからかかってこい。フォトンスライド！よし！カリューの結果！開け！ボイルタの扉！ニコラ！よし！決戦！切られたいものからかかってこい。痛いわよ。カット！ユニティソード！よし！グレンカリュー戦！楽勝楽勝！よっしゃ、いっちょいくか。任せて。痛いわよ。行くぞ。決戦。行くぞ。カリーの鉄拳。よっしゃ、勝った。その調子です、ルーシー様。大地を、風を、気を、肌で感じるのです。そして自然と一体化するように、呼吸を整える。きつい。レイラ様も同じような特訓をして、
精霊魔法を鍛えてましたよ。ねえ、一なる魔法って聞いたことある？全ての魔法の始まりの魔法ですね。ハデスが言ってたの、それを手に入れたいって。私、お母さんからその話聞いたことあるんだけど、ゼレフとか大魔法世界とかそんな物騒な話じゃなかった。それは一見簡単に手に入るようでとても難しい。そして確かに何事にも勝る強い力でありながら、とても弱い力でもある。お母さんは言ってた。全ての魔法は愛から始まったって。だから私は一なる魔法って愛のことだと思うの。とても素晴らしい解釈です。ハデスもそう考えることができたら、闇の深淵に触れることもなかったのかな。もっと強く。あいさー、もっともっと強く。あいあいさー、俺たちのギルドを舐めてる奴らを黙らせてやる。フェアリーテイルの力を見せてやるんだ。見せてやるぞ。姫、大変です。バルゴ、いきなりどうしたのよ。そういや、ルーシーが7年間フェアリースフィアの中にいたってことは、契約してる精霊もずっと精霊界とやらにいたってことになるのか。かわいそう、ルーシーのせいで。ルーシーのせいで。いえ、それは大した問題ではないのですが、精霊界は滅亡の危機なんです。皆さん、どうか助けてください。なんだと。精霊界にて王がお待ちです。皆さんを連れてきてほしいと。よし、任せとけ。友達の頼みとあっちゃ。行きます。ここが精霊界？よーく来たな、古き友よ。あんたはでかっ。ひげ精霊王。お前がここの王か。お前って言った。いかにも。精霊界が滅亡の危機って。ニカ、ルーシーとその友、時の呪縛からの帰還を祝して宴じゃ。え、精霊界の滅亡って。えへ、なに。ルーシー様たちの帰還を祝して名たちなりに考えたのです。どう、びっくりした？今回は特別よ。プリン。なんだ、そういうことか。びっくりさせやがって。久しぶりだね、みんな。さあ、僕の胸に飛び込んでもいいよ、ルシー。もう。さあ、今宵は大いに歌え。騒げや騒げ、古き友との宴じゃ。ありがとう、みんな大好き。古き友よ、
そなたには我々がついている。では、古き友に星の導きの加護があらんこと。本当にお前は精霊に愛されているな。みんな最高の仲間だよ。そういえば一つ言い忘れてたことが。精霊界は人間界とは時間の流れが違うのです。まさかそれってこっちでの1年が人間界での1日みてえな夢のような修行ゾーンなのか。いいえ、逆です。精霊界で1日過ごすと人間界では3ヶ月経ってます。え、終わった。ヒゲ、時間返せ。